皆さんおはようございます。おはようございます。おはようてらちゃんに出演して後の時間、話し足りなかった問題についてですね、ちょっとだけ残業いただいてお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。いや今日はですね、朝来る時にね、スコールみたいな、シャーッとしてね、なんかね、台湾なんか行くと合うような雨なんですよね。はい、東京もこんな雨降るんだな。なんか、不思議に空気が湿ってないんですよね。でも、じゃーっとなんていうかシャワーのような水がですね、表でこう降ってましてね、はい、いやーびっくりしたなーって感じですね、はい、でも海外もねいろいろ行かれてるから、はい、いろんなこの世界の各地の雨っていうのを、ね、雨とか天気とかね、天気とかね、だから今日はあの北海道でね、この間まで30度超えたら 2.6 度だと、あれもあじゃあ感覚的にはね、モンゴルのあの草原と同じなんだ、篠原さんすごい経験されてるってことですよねいやだから、結局ですね、そうは言っても零下30度を経験した日本人ってそんなにないと思うんですよ、はい、零下30度って言ったらね本当に帽子がないと命に関わってね、眠るようにね死ぬんですって、そうなんですか、何かって言ったら脳髄が凍るそうです、はあ、だからね帽子かぶってないでうろちょろしてるとね、モンゴル人に怒られましたからね、髪の毛が凍るとかそういう問題じゃないんですね、頭ってのは曝露面積が大きいんで、脳髄が凍っていくと、だから必ずね毛皮の帽子かぶれって言ってね、顔はそうでもないんですよ、乾いてるとね、よく眉毛にこうね、息が出てこうってのは、あれはね、湿度がある程度ある寒さであって、モンゴルはもうカラッカラなんで、零下30度でもそういうことはないんですね。そうなんですね。うん、それだけ怖いんですよ。水分って常に失われていくしね。だ天気っていうのはね、やっぱそれぞれ怖いものがあるんでね。で日本の場合でも、思ったよりは雨が怖いですね。そうですね。まあ、熱海のこともちょっと僕はまだ現地には行けてないですけどね。ああやって土砂崩れが起きそうな場所って意外と全国多いんですよね。で、こんだけ長年にわたってね、それこそ田中角栄さんで有名になったのは砂防事業ってありますよね。砂防事業とはいわゆる土砂崩れを、要するに抑止するために砂防ダムを作っていくと。あれ作っても作ってもまだ足んないんですよね。そうなんですね。そこがね、でもね案外忘れられてるんですよね。だからやっぱりハザードマップ見てね、危険な場所は早めのね避難ですよね。あとちょっと僕は今日のニュースでね心が痛かったのはね、結局集団訴訟で住民の方が自ら立ち上がらないとね、あれどなたにも責任ないんですよ。そうなんですね。責任ない中でうちが流されたり亡くなったりしてるのね、保証をですね、被害者がねこれから自分の、生活を再建しながらね、やらなきゃならない。で、まあ、それは制度上の問題もあるにしてもね、まあ、ちょっと静岡県の知事はね、考えてね、動いてほしいなっていう思いがしてならないですね。もう、今のところは住みたくないっておっしゃる方も結構いらっしゃるようですからね。家族亡くしたらそう思うと思いますよ。あの、川沿いで僕も場所は知ってるんですよ。熱海の駅のすぐ近く裏ですよ。あれはね。だから本当にね、早くね、これは解決することを祈ってますけど、またこの天気でもね、皆さん本当気をつけていただいて、九州の僕議員秘書だった時もね、もう水害がしょっちゅうでしたからね、あそこはね、で今回でも今年早いですね。そうなんですね。普通は9月の半ば以降なのがもう来てますから、本当に皆さん気をつけていただいてと思います。それでです、今日お話の中でね、すごく印象あったのはこれどうですか、僕ね最近電車の中でのいろんなことってあるし、YouTube でね一つのジャンルがあってこれよくないんだけど、電車の中で怒ってる人を隠し撮りして出てる番組があるんですよ。であれ見るとね、まあ、慣れてる人は平気でねちょっとこそっと笑ってるのはあるんだけどね、結構電車の中で見ますよね。そうです、ストレス溜めて酔っ払って怒ってる人もいれば、昼間ともかく怒ってる人いるなっていうのはありますけどね、見たことあります？怒ってる人は結構いますね。いますよね。で怒ってるだけならいいんだけど、今回みたいに黙ってね、もう初めからこうね、人を傷つけることをね、目途に出てくるってね、あれはだからね、僕も調べてみたんですよ。でよく言う人がいて、最近やっぱり世の中おかしくなったからこうじゃない、そうじゃなくて昔からいるんですよ。それこそね、昭和の初期からね、それこそ地下鉄が走ってる頃からああいう事件ってあるわけで、だから要するにね、僕心理学者の人聞いたんですけど、
どんな時代でもある程度の割合ああいうことって起こるんだと、はい、社会現象としてね。だからそれをどうね、その極限するか、抑止し、あるいはなんか発生しても被害を最小限するかっていうことは常に考えなきゃならないっていうところで、やはり今日もありましたように監視カメラってのはやっぱ、ね、監視カメラなんですね。しょうがないのかな、一時国会でね、監視カメラっていうのはね、はい、あちこち街で警察設置しますよって時に反対運動起こったんですよね。プライバシーなくなっちゃうじゃないかって、はい、監視社会やの、実際に、まあ、C 国なんかはね、はい、それで監視して おまわりさんがこうかけるね、グラスで、あこいつはテロリストだとかね、あこいつはウイグルが来たってのを全部見分けてるんですよ。はそうなんですか。そこまで言ってるんですよ今。で本当怖いなと思ったんだけど、でも僕はこのテロ対策のシンポジウムなんか何年か出たことあって、はい、その時、まあ、最近 自治体が意外と主催してるんですよ、はい、自治体でも今テロ対策ってすごく興味があってね、そこにロシアのメーカーが作った監視カメラのね、はい、デモンストレーションがあった時、僕ショック、ある意味ショックだったんですけどね、実際事件を止めた映像を見せてくれたんだけど、もう早くから機械が判断してこいつは危ないぞってね、マークがつくんですよ。でその根拠ったら、肌とか血圧の変化見てるんですよね。でテロリストを見分けちゃうんですよね。やっぱりどんなテロリストでも表情はね、能面でも必ずね、血圧の変化とか皮膚の上に変化が出るんだと、それを見分けるセンサーっていうのをね、相当ね遠い距離から見るんですよ。そうするともう距離あっても分かるんですね。それでね、その距離があっても分かるから、どっかの警備室にいるような人が阻止線があるところにね、はい、早く出て迎え撃てるんだというところをデモンストレーションしましたよ。これはだからね、いやで自治体のね、危機管理官担当者もね、これあった方がいいなと、そこは有名なね、もう混雑する駅がある自治体なんでね、はい、これはああいう場所は必要ですねってなるんだけどね、でも現実に今回みたいなね、事件起こると必要かもしれないですね。そうですね、まあ、ですからね、過去にはその新幹線で事件がありました、うん、で今回小田急線という私鉄で、さらに比較的混雑してる中ですから、うんうん、例えば警備員配置っていうのもなかなかうまくいかないですよね。いかないですよね、だからもう入ってくるところからもう、はい、なんていうかある程度見ないとダメなわけですよ ね。ただこれね、入れるにあたって入れたら OK っていうんじゃなくて、これに基づいてちゃんと取り締まりができる根拠をね、根拠と権限を与える、そしたら法律がいる、それから同時にね、日本の場合必要なのはね、こうして得た情報を悪用しないってことですよ ね。 そうですね、悪用しないことがやっぱり担保されないと、ある意味強権国家とか権威主義国家って言われ方してるけどね、まあ、ロシアもどっちかっていうと中国ほどじゃないけど権威主義国家なんでね、日本とは違う人権感覚で動いてる国なんで、割り切ってもね、多数が傷つかないためだったら一人ぐらいをこう、ね、やっつけてもいいぐらいな国なんでね、そういう国の装置だっていうのはやっぱり抵抗ありますからね。そうですね、そこは法律的にね検討していただきたいな、ただ本当にもう考えるべき時ですね。そうなんですね、はい、それとどうですか今日、はい、C 国のニュース、はい、多かったですね。結局こうやってやるとね、はい、まあ、僕だっていうこともあるかもしれないけども、話題を振りまいててあんまりいい話題じゃないですね。そうですね、うん、結局人権問題でもね、世界中がそうなってくると、日本だけが遅れてると、これね、現実に僕ね心配してるのはね、このまま、のめり込みを本当に日本の経済界が続けていくとね、はい、いざこう踏み切った時のダメージも大きくなると思うんですよ、日本経済の中のね、例えば中小企業だってやっぱり影響を受けざるを得ないしね、でむしろ僕はさっき香港でのいろんな金融の問題とか、香港でね、いわゆる反外国制裁法っていうのがね適用されると、おそらく中小企業の方が直接出てる率が高いんで、はい、影響を受けると思うんですよね。ダメージ受けると、はい、だその辺のね、リスクヘッジをね、政府もね、考えてもらって、政府は政策を決めるだけだよっていうことで、ね、結果責任っていうのはね、ないとね、はい、ダメなんで、これはもう、現実被害が出る問題なんでね、はい、ぜひこれは早くね、経済界儲けのためにけしからんじゃなくてね、そういうのを煽ったのも政府なんですよ。実際そういう道を作ったのも政府なんでね、そこはやってほしいなと思うんですよね。はい、で、それと合わせて、これもね、国防問題っていうのはね、はい、ちょっと痛し返しの問題だと思うんですよね。でも僕はね、2つ意見があって、僕はもう GDP2% 踏み切るべきだと思ってるんですが、はい、でもそれでも不十分なんですよ、はい、不十分なのはどうするか、相手を引き下げる圧力するかないんですよね、はい、だから僕は軍縮会議って必要だと思っていて、量的な積み上げだけでは絶対負けるんですね、はい、だから、まあ、もちろん
防衛力っていうのは、例えば向こうがね、100兆円使ってこっちが10兆円使っても、有効な方法ってあるんだけども、それにしてもね、全体として軍事費っていうのはね、上費、穴、要するに無駄なんですよね、結局社会的には無駄なんで、ない方があるよりはいいわけなん で、で中国だって貧困問題抱えてるしね、本当にそういうものを良くするためにっていう世論をね、軍縮の機運で作っていかないとね、僕はこれまずいなと思ってるんですよね。これ篠田さん、素朴な疑問で、よく軍縮って言いますけど、みんな守るのかっていうところはどうなんですか。いや、だからそれ国際的な監視機構を作ってます、それが本来国連の役割なんですよね。だからそこがちょっとないがしろされててね、でなんでないがしろになるかっていうとね、そういう破る人が常任理事国だからね、C 国が常任理事国、でアメリカだって人のこと言えないんですよ、結構ご都合主義で破るし、ロシアも同じです。そこのねモラルはね、逆に日本がね、小さい国をまとめてね、ぶつけていくようにするとかね、いろんなことを考えられるんですね。で僕はあとすごくね大事だなと思ってるのは、2006年ぐらいですね、一時中国と日本の関係一番良かった時期なんですよ、胡錦涛時代ですけどね、その後だんだん悪くなるんですけどね。で日中の防衛交流っていうのは盛んで、中国の 軍の関係者が自衛隊を見に来たり、逆に自衛隊も行ったりして、でシンポジウムをねこの近く東京でやった時、僕ねお世話役でいたんですね、その時に僕は中国の当時総高専という国防大臣がね、歴史上初めてね日本の自衛隊を認める発言したんですよ。日本もやっぱり独立国だったら国防の権利はあるし、そういう軍隊を持つとかそういうことについてはね、C 国としてはね、反対しないと明言してるんですね。そこの立場に立ってですね、もう一度そこを想起させて、今どうなのっていうことをね、僕はね外交って本来そういうもんだと思ってて、それ意外とみんな忘れてるんですよね、日本側がね、で相変わらずですね尖閣諸島にですね海警の船がねずっと位置づける、で両方日本のある政治家って、鳩山さんのことだけどね、両方手出ししなきゃいい、それ違うでしょうと、それは両方手出ししなかったら C 国が勝ちなんですよ。要するに日本が領土だって言ってると、日本が領土を触れなくなるってのは、日本の負けなんですよ。で勝ち負けだけじゃなくてね、それがどう影響するかっていうと、皆さんが言ってる北方領土の問題とかね、竹島の問題でもね、全部影響していくんですよ。日本がどれくらい自分の主権を守ることに真剣なのかっていうのは、今集約的には尖閣諸島で見てると思ってるんですよね、そこでやっぱりねある程度の思い切った措置を取るぐらいの覚悟を示さないと他の問題解決しないと、で逆に もっと言うとですね、日本人が平気で連れ去られた拉致問題だって、日本は何もしないよと思ってからやってるんでね、そこはちゃんとしてほしいと思うんですよね、あとは篠原さん、もう今 その注目されてる国、この体制ってもの自体がですね、今一時的には少しこう変化している、それ人によって変わるのか、それともその世の中の流れで、向こうの国の体制も少しこう変化するのか、どっちなんでしょうね。世の中の流れが大きいですよね。そうですか。それで率直に言うとね、今ねエスカレートする時期なんですよ。なぜかというと、来年ですね、C 国の共産党の大会があって、衆さんがね、衆主席が、続投できるかどうかがかかってるんですよ、ですからかなりきついね、どっちかというと、うちは強い C 国をね代表してるんだっていうことをね、強調したいんですね。でもね、実はね、これすごく日本人に欠落しててね、補うべき視点ですけどね、ああいう国って一枚岩じゃないですか、実は反対する勢力もいて、本当は外交とかいろんな民間交流ってそういうところに働きかけることが要なんだけど、十分できてないです。ただね、ものすごくね国内的矛盾があって、やはりね C 国の中にも日本とねこんなにことを構えない方がいいと、もっともっとね日本と仲良くして経済的利益を得るためなんですよ、道徳心じゃないんだけど、そういう利益が相反しているグループに、日本と仲良くした方が利益が上がるよっていうのをね、どんどんやっていくっていうね、分断工作が必要なんだね、でそれがやっぱりね衆参にねこう働きかけになるんで、そういうことはやっぱりね考えた方がいいと思いますね。そうなんですね、そういうことで今日はね残業時間15分になっちゃったんで、またお勉強になりました。またお会いしますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、帰りの車中です。今日はもう久方の出番で、テラちゃん出ましたけども、ちょっと今度は間空いてね、次は10月1日あたりになるのかなと思いますんで、
まあ、もうちょっと増やしてもいいのかもしれないけどね、なかなかきついですよね、朝ですからね。まあ、少し時間が遅くなったんで、楽ですけど、それにしても今日思ったのはね、雨のことですけどね、恵みの雨とは言うけれどね、本当に雨のために心配しなきゃならないような災害が起こるっていうのはね、もう本当なんとかしたいですよね。政治の課題でこれぜひね、今流行り前のこともあるけどね、これもう毎年のように今水害の問題が起こるわけですよ。で、実はまあ、私も前にね、この YouTube の配信で、回ってですね、水害の状況、洪水の状況を見て回ったことありますけどね、なんとかしてほしいな、まあ、僕の友人の政治家もね、いろいろ自治体の首長さんと協力して、いろいろ奔走してましたけどね、今日もまた忙しいと思うの、雨が降ると、真剣な政治家は忙しくなるぐらいの状況ですけど、なんとかね、もう天気が変わったから、うん、ってのは言い訳であってね、何があってもこれは災害がないようにする、災害があってもね、被害が極限されるようにするっていうのがね、基本ですからね、ぜひね、頑張っていただきたいな。また多くの方、ハザードマップなんかでね、危ないところだったらもう早めの避難をねお願いして、頑張ってほしいと思いますね。私もまた折に触れてね、この水害の問題とか、この間の土砂災害もね、災害っていうかあれは事件だよね、これなんかもう本当ショック受けましたんでね、いろいろ報道していきたいなと思っております。明日はですね、ニュース統一郎を呼ぶことになりますが、今日またいろいろですね、材料を選定しながら、また皆さんにそのメイキングの番組も夜あたりお届けしようかなと思ってます。ぜひ明日のね番組、渓谷のね MBC の番組についてもちょっと解説するつもりなんで、ぜひ、ご覧いただければなと思います。そういうことでね、頑張ってやってきますんで、また皆さん応援してください。じゃあ今日はこれぐらいにします。ありがとうございます。